ステージ。バックルーム。最初の演技では、バックルームに入った時に不安になる感情自体を指す。演技で2、ウィンドウ。窓の形をしている擬態で、恐怖感、不安、懸念の元となり、保護か破壊をもたらす演劇。演技で3、スマイラー。ビーズのような目と裂けているような口で、放浪者を暗闇から襲う演劇。演技で4、デスモス。フロントルームで見つかった、ガとはサイズがはるかに大きい演劇。演技で5、グランプス。敵意を持っており、人間の足が様々な方向に揺れ動いているような見た目をしていて、狭いスペースに生息している演劇。演技で6、デュレイズ。灰色で人間の形をしていて、バックルームの低いレベルで発見され、どのようにして獲物を捕らえるか分かっていない演劇。演技で7、ジェリー。フレアエイと彼のカルト教団の一員になってしまう演劇。演技で8、ハウンズ。人間の形をした犬のようで黒い髪は手入れされていなく、頭は大きく、同じく大きい口は鋭い歯でいっぱいの演劇。演技で9、フェイスリング。バックルームを徘徊する顔のない人々の総称で、複数のタイプがあり、それぞれ敵意のレベルが異なる演劇。演技で10、スキンステラー。人間を食べ、皮をへぎ、人間に同化する演劇。演技で11、水の疫病。未処理の水域に多く発生する細菌の演劇。演技で12、シェイプリングス。ドリームスケープに住んでいるような神秘的演劇。演技で13、トランスポーター。放浪者や他の演技を無作為にテレポートさせる演劇。演技で14、レインボー。虹のように見える神出鬼没の演劇。演技で15、不運な魂。勇敢な放浪者でさえも心に恐怖を与えると言われる地獄、ギラギラした目をしている演劇。演技で16、不滅。殺す、方法がない不滅で危険な演劇。演技で17、キャッツ。強力で柔軟な体、素早い反射神経、鋭い歯、引き込み式の爪を持ち、一般的に森林のような地域にいる演劇。演技で18、レベル5の獣。スーツを着た高さ6フィートの青いタコの外見をしており、青紫の威圧的な木刀鱗状の胴体も持っているレベル5の絶対的な演劇。演技で19、病気。未知の探検家によって発見された演劇。演技で20、嫉妬。約4億4800万年前にフロントルームで絶滅したアノマロカリス科に由来する演劇。演技で21、フィーダー。二つの赤い目とトゲを持ち、小さな触手が体についたスマイラーに似た演劇。演技で22、アノバン。未来的な重装備をした限りなく、人間に似た演劇。演技で23、デスワスプ。人間に対して非常に敵対的で、毒針と翼を持つ蜂の演劇。演技で24、ウォールワーム。ミミズによく似たロボットの演劇。演技で25、デスラット。灰色の皮、茶色の尾、赤い目を持つネズミと同類の演劇。演技で26、トキシンスピッター。カエルと同じように膨らむ袋と細長い口を持ったハウンドによく似た演劇。演技で27、ラトラー。暗闇に潜む正体不明の演劇。演技で28、タンブラー。触手とゼリー状の皮膚を持った黒いウイルスのような演劇。演技で29、リトルキラー。猫と人間が合体したような演劇。演技で30、ラーカー。二つの小さな輝く目を持った暗闇が体の演劇。演技で31、スライダー。近づくと大きな手が放浪者を胃袋へと引き込む円形の口の演劇。演技で32、ドッペルゲンガー。放浪者を模倣して操る悪意のある演劇。演技で33、カウンター演劇。防弾チョッキを着た金属物質で作られた武装兵の演劇。演技で34、ビーオーブ。動いたものの生体反応が消えるまで毒針で滅多刺しにする集団蜜蜂と非常によく似たオーブ状の演劇。演技で35、ライトガイド。ダンスのように動き回り、基本的なコミュニケーションができる従順な演劇。演技で36、ミスクリック。4番目のボタンを押すと、
5秒後に爆発するコンピュータマウスの見た目をした縁敵。縁敵37、プロデューサー。他の縁敵と一線を画す神のような混沌の存在。縁敵38、愛。精神的な攻撃を行い、自殺に追い込む様々なサイズの集まった目の集合体の縁敵。縁敵39、パルシテネス。自然ベースのレベルに生息するドバミミズに似た赤と黒の模様が似ている寄生虫の縁敵。縁敵40、コラシブソープ。動力源である水が存在するレベルでのみ見られるシャボン玉が集まった山の縁敵。縁敵41、フォックス。盾、剣、鎧や武器を装備した狐に似た二足歩行の縁敵。縁敵42、モールド。浸水したバックルームに現れる未知の蘇生の小屋をもしくは緑の液体の縁敵。縁敵43、スラッシャー。顔の特徴がなく、真っ暗な肌と薄い爪を持つ、四足歩行の人型の縁敵。縁敵44、フォック。バックルームにランダムに現れる未知の霧の縁敵。縁敵45、物質ストーカー。放浪者を仕留めるまで茂みのふりをして近づく雲の縁敵。縁敵46、リビングルーム。1980年代の様々な家具を備えた部屋の縁敵。縁敵47、ダイジェスター。大きな腕と足が布のように覆われ、細い体と変形した顔の黒いスマイラーを狩る縁敵。縁敵48、スマイリングホーンター。スマイラーの影に潜み、攻撃を仕掛ける背中には大きな触手と、3本の足を持った青白い縁敵。縁敵49、ワームリング。バックルーム内の湿った場所に巣を作るぶれてはいけない、ウジ虫の縁敵。縁敵50、アマルガメーション。推定 IQ は247の赤い、高知能な縁敵。縁敵51、ドラウンド1。レベルダークに現れる黒い腐食性の液体で構成された縁敵。縁敵52、オフスラングラー。伸縮性のある手足を持ち、眉を潜め、不気味な笑顔が印象的なカルト教団の教祖縁敵。縁敵53、ケージダニ。楕円型の口と鋭い歯を持ち、大きさ20のダニに似た固めの縁敵。縁敵54、マザー。ファザーと呼び間違えると殺される黒い翼、二つの角、一つの青い目を持った女性の縁敵。縁敵55、パペッテア。アイスクリームが大好きでいつも友達になってくれる存在を求めている縁敵。縁敵56、フォロワー。カメラを避けるのが非常に得意で、容姿に関する写真の資料はない縁敵。縁敵57、ブラックホールチェリスト。白い線の目と頭の周りに紫色の輪がある人の形をしたブラックホールの縁敵。縁敵58、ボイドビーイング。脳を強制的に取り除く黒いローブを着た顔のない人型の縁敵。縁敵59、インプリント。生息する生き物の容姿と記憶をコピーする縁敵。縁敵60、ストランド。白いと明るい青色のオーラで構成されたナビゲーターの縁敵。縁敵61、ココナッツスネア。ココナッツの殻に隠れる攻撃的な縁敵。縁敵62、アラネアメンブリ。約7フィートの高さの大きな雲のような形で、顔は頭蓋骨のような見た目の縁敵。縁敵63、ザマングレット。長い手足で雲に似ており、頭と顔は人間に似ている危険だが、遭遇することは稀な縁敵。縁敵64、スクラッチャー。背が高く二足、動物で殺意に満ちた屋内に生息する縁敵。縁敵65、モレイのコメディークラブ&バー。モレイと、ミッキーという二つの縁敵が運営する小さなバーの縁敵。縁敵66、ショッカーグール。レベル、89、で生まれた明るい黄色の光を放つ縁敵。縁敵67、パーティーゴア。レベルファンに放浪者を誘い込み、襲う集団の縁敵。縁敵68、パーティープーパー。パーティーゴア、によって絶滅させられた心優しき縁敵。縁敵69、ライトブースター。生物発光する白く人間の形をしていて、信じられないほど速い縁敵。縁敵70、ホモカリダス。絶滅した霊長類の一種で約200、
万年前にバックルームにいたとされる炎敵。炎敵71、方向空伝。大きな人型の骸骨を使用したテレビの集合意識の炎敵。炎敵72、レッドキン。放浪者を無理やり洗脳し、集合体恐怖症を感じさせる赤い皮膚を持った炎敵。炎敵73、アビサルウーズ、嫌い。感覚を持たない液体アビサルウーズ、嫌い、と呼ばれる感覚を持つヒューマノイドで構成された炎敵。炎敵74、アルゴス。存在の証拠自体が消失した詳細不明の炎敵。炎敵75、ヤントラ。鹿に非常によく似た敵意のある種で、年を取るにつれて、サイドの低い色合いに劣化する毛並みのよう、茶色の毛皮を持つ炎敵。炎敵76、アニメートグローブ。一見用意された手袋のようで、放浪者に対して極度の敵意を持っていて、目を向けるとすぐに放浪者を襲うため、逃げた方が良い炎敵。炎敵77、ドリームウィーバー。バックルームで夢を見ている時に発見できる非物理的な敵意のない炎敵。炎敵78、ボールガウン。見たら体がバラバラになる忌まわしい顔を隠した茶色の髪の女性の外見をしている炎敵。炎敵79、サンドボックス。物理的構造はなく、本、ゲーム、映画などの空想上の炎敵。炎敵80、ニワトリ。近づいたり卵を触らなければ危険ではない鶏にやや似た鳥のような炎敵。炎敵81、エレベーター。放浪者、他の炎敵、オブジェクトを運ぶ炎敵。炎敵82、ここ。バックルーム、ロボティクスによって構築された非常に知的な AI の炎敵。炎敵83、コーンスパイダー。8、本足のクモ類の遺伝を持った大きな円錐の体の炎敵。炎敵84、ラスプーチンオーバーソロミュー3世。バックルーム内の多くのレベルを歩き回る得意な大型のケムクジャラの犬の炎敵。炎敵85、麻痺。ガータースネークに似た蛇のような寄生虫で非常に小さく、重要な群が話されるたびに心を操作して嘘をつき、犠牲者を罠に誘う強力な超能力を持つ炎敵。炎敵86、ジェス。レベル9とレベル11の湿ったエリアにいるのが好きな小さなカエルの炎敵。炎敵87、アドミラー。すべてのレベルを壁抜け、バグで通過できる高知能で平和的な炎敵。炎敵88、ハイブマインズ。爬虫類と排泄植物の交配種のような炎敵。炎敵89、アント。部屋の最も暗い隅に群がる小さくてぼんやりとした丸い生き物の集合体の炎敵。炎敵90、ザスチール。様々な硬質金属で作られた視覚力のある機械のような生き物で、テレパシー及びテレキネティック能力を持つ炎敵。炎敵91、ミスター・フリーマン。平均的な身長の白人男性で、短い白髪と生え際が交代している、常にツイードのスーツを着て、金縁のメガネをかけている、レベル117の炎敵。炎敵92、フェレン。BNTEG によくしつけ、蹴られていて、どんなレベルにも壁抜け、バグできる能力を持っている炎敵。炎敵93、ナイトストーカー。存在は確認されていないレベルの通路を歩き回る大きな雲のような炎敵。炎敵94、クリッカーズ。重い車輪付きのタイプライターで典型的な大人の歩行速度とほぼ同じペースで部屋から部屋へと徘徊する炎敵。炎敵95、リアリティバグ。小さなに地色の動物の外見をしていて、ヘラクレスオオカブトによく似ている無数のレベルで見つけることができる炎敵。炎敵96、ネイバーフットウォッチ。聴覚や嗅覚はなく、視覚と触覚が優れているため、暗い場所でも動き回ることができるレベル9およびその付近にいる炎敵。炎敵97、スクリームイーター。臓器や中枢神経系がなく、フロントルームの幽霊のような炎敵。炎敵98、ドールメーカー。黒いビクトリア朝時代のドレスを着ている従順な底まで危険ではない布と糸で作られた人型の炎敵。炎敵99、ジェスター。高さ約 1.83 メートルの人型で、
中世の宮廷道化師に似ていて、正体不明の毒を排出する巨子状の短剣と曲がった鎌を持ってる危険な炎帝。炎帝101、従者。4人のエリート戦士で約6フィートの身長で、鎧はオスマン帝国のエニチェリア日本の武士に似ている独自の武器と戦闘スタイルを持つ炎帝。炎帝102、首なしハンター。頭がないにもかかわらず、巧みに放浪者を狩る情報がほとんどない炎帝。炎帝104、フォトショップ。デスクトップコンピューターの近くで見られるブロックのような生き物で、誰に対しても非常に攻撃的であるため、距離を保つように注意すべき炎帝。炎帝105、シェイド。異常に長い足を持つ大型の猫のようで、影に止まるため、影の正確な外観を識別するのは困難であり、長時間見ると、軽度のパニックを引き起こす炎帝。炎帝106、トゴキ。EXE。感覚をシミュレートできる、たまごっちのようなデジタルペットの炎帝。炎帝107、オキシド。固有の小さな青銅色のカニと似ている、非金属の物体を探して走り回る炎帝。炎帝108、バード。グループで狩りをし、頻繁に移動し、5つのレベルにとどまることはなく、獲物に発見されるのを避けるため、外観を模倣する炎帝。炎帝110、カニバルバルーン。結び目からゆっくりと空気を吐き出し、その匂いを床に漂わせ、飢えた放浪者や炎帝を誘い込む炎帝。炎帝112、レース。バックルームで無念の死を迎えた生命たちの集合思念の炎帝。炎帝113、ハーバート。ハワイアンシャツを着て、ハーバート、と名乗り、道を尋ねる炎帝。炎帝114、ロクタ。大きな頭と、とても細い黒い棒が、2本の棒のような足に分かれていて、顔、の大部分を占める2つの目を持っている、基本的には優しい炎帝。炎帝116、テンテスト。溶けた、または切断された、形の人間に似た、ヒューマノイドで犠牲者から採取した、大量の人間の歯、歯茎、および顎で構成されている炎帝。炎帝119、オルペ。遠くから見ると、普通の狐のように見え、敵対的であり、近くにいると食べようとする炎帝。炎帝120、オフシナラム。M、E、グラム。が偶然作り出した危険性の高い人工知能で敵対的な炎帝を殺す使命が与えられた炎帝。炎帝121、ボーンシーフ。獲物を引き寄せて骨をなくす人間と炎帝の両方の騒音を模倣する能力に依存する静止した炎帝。炎帝123、あなたの名前はここだ。バックルーム居住者を恐怖に陥れたり、負傷させたり死亡させたりする原因となる存在の炎帝。炎帝125、ボイルド。暗い、ほぼ人型で、皮膚は、おできに似た突起で覆われていて、人間の放浪者に敵対的であり、そのスピードと強さが手強い炎帝。炎帝126、カカシ。レベル、10、周辺のランダムな場所に住む謎のグループで、詳細は知られていませんが、現実における一般的なカカシと構成がほぼ同じの炎帝。炎帝129、なりすまし。生物の行動や外見を模倣できる高度に知的な炎帝。炎帝130、グローラー。可能な限り避ける必要があり、触手の手足のために常に前鏡になっていて、一般的に非常に危険で獲物を感知すると、急速に移動して殺す巨大な炎帝。炎帝131、コンシェルジュ。レベル5テラ、ホテルの隠された部屋で受付をやっている炎帝。炎帝132、テレビヘッド。謎の要注意団体、バックルームス、リモデリング、CO の従業員で、頭がテレビに置き換えられている炎帝。炎帝133、郵便配達人。恐怖に屈したフロントルームの人々の日記と日誌のメールを配信する放浪者に姿を見せない炎帝。炎帝134、スタンレー。放浪者の妄想や記録にのみ現れ、蝕むウサギの炎帝。炎帝135、ベルホッパー。レベル5の絶対的な支配者のレベル5の獣が唯一、ラブレターを送ったお気に入りの炎帝。炎帝136、コーダー。レベル、400、
ってのみ見られるフレンドリーで、赤いパーカーと黒い空間しか見えない縁的。縁的で137、ミュージシャン。背が高くスレンダーで、ピン、ストライプのスーツとシルクハットを身につけている。怒らせなければ、アーモンドウォーターなどをくれる、優しい縁的。縁起で139、操り人形師。アングロサクソン系の、6、年の少女の姿で、茶色のポニーテール、黒のパーカー、黒いパンツ、T シャツを身につけている縁的。縁起で140、ストーリーテラー。記憶と情報を操作でき、限られた範囲で現実を書き換えたり知識、記憶、および知覚を操作できる能力を持ってる神話上の縁的。縁起で141、アンバサダー。浮遊する立方体の形をとり、人間のようなレベルの知性を示し、バックルームを徘徊し、不注意な放浪者を未知の場所に誘い込む縁的。縁起で143、スナッチャーウィード。地面にいる間は真紅色で、引き抜くと黒くなり、密集して獲物がいる時だけ長さ5から7フィートまで伸びるため、攻撃をかわすのが難しい縁的。縁起で147、時間の問題だ。腕が4本あるという事実を除けば、実質的に人間と同一の人型、生物で不自然な色の目、特に紫色の色合いを持っている非人道的な縁的。縁起で149、テオドア・ケンスリー。50代後半のスコットランド系の色白で、スリムな男性の縁的。縁起で151、時計職人。およそ77歳の男性で時間を操る能力を持っているように見えるが、彼の力の全容は不明で、放浪者を様々な場所に運ぶことができる縁的。縁起で152、ゼロックス。ほとんどの時間を島民に費やし、自らの姿を変え、主に不幸な放浪者を捕食する縁的。縁起で154、アンブロジア。約17、年から19。年とされるヒューマノイドで170センチ前後の青白い髪と青い目のレベル906の図書館で本を読んだり、お茶を飲んでいる女性縁的。縁起で155、この肉は歯茎のようだ。寄生虫のように這い回り、触れてもベタつかず、酸を分泌したり噛んだりしない可愛い縁的。縁起で160、ショーケースが送る最高のスーパーチーム、バックルーム、バタリアン。放浪者を救う優しいスーパーヒーローの個体と獲物を狙う敵対的なスーパーイランの個体が存在する縁的。縁起で161、レオン。奇妙なファッションと約3フィートの高さを持つ幼児サイズのヒルで、偶然出会った人の血と引き換えに様々な種類の品と行商しようとする縁的。縁起で169、パーティーホスト。パーティー後はおかげから操り、放浪者を襲わせているレベルファンの心脳も。縁起で169、ボーイング。危険な白い胞子を放出し、縁起でやそれを吸い込んだ人間の肺を破裂させて殺す縁的。縁起で170、ピロシェリシア。長さ14メートルの爬虫類で、肉はわずかに酸性で、極端な熱に耐えることができ、壁、天井、床にランダムに出入りし、ほとんどの生物を攻撃する縁的。縁起で173、召喚。子供時代のおもちゃ、家族の写真などに変身する誰も、本当の姿は見たことがない縁的。縁起で179、M。パックマーケットという組織に属し、敵対的な縁起を借り、安全を守るエージェントの縁的。縁起で180、ベリー。自分の目をじっと見つめる放浪者を洗脳する能力を持っている崇拝者を多く持つ教祖の縁的。縁起で182、マスクドメッセンジャー。仮面の乙女という秘密組織の伝書バト的な役割を担う縁的。縁起で183、カーニー。一部は敵対的で、一部は友好的なレベル、283に住むピエロの縁起です。縁起で186、シンガー。亡くなって13年経った今でもバックルームの音楽業界に影響を与え続けている縁的。縁起で187、サーヴァント。アンバサダーの精神的支配に屈した放浪者の慣れの果ての縁的。縁起で188、スコンパルサ。レベル6の最も深い部分を徘徊し、歯で押しつぶし殺そうとする、発見することが稀な縁的。
エンティテ189、マシーナ。詳細はほとんどわからず、様々なレベルに出入りする壁抜け、バグの技術を習得したエンティキ。エンティテ191、サラリーマン。頭が電子機器になっている約 95.2% のオフィス関連のレベルに生息するエンティキ。エンティテ192、スウィンドルバード。多くの森林に覆われたレベルで見られる鳩に似た鳥類動物で、初歩的なパズルを解く能力や様々な果物や穀物を処理できる絵を持つエンティキ。エンティテ193、シンディ。放浪者に対する親しみやすさ、その外観を変形する能力、および自由にレベルからレベルへと壁抜け、バグができる能力で知られる得意なエンティキ。エンティテ194、クリスタルシスターズ。レベル197の鉱山から生まれた今は亡き三姉妹のエンティキ。エンティテ195、終わりなき七死。現実で形を保ち続けることができない正体不明のエンティキ。エンティテ196、壁の子供。青白い肌、黒髪、茶色の目をした16歳前後のように見える少年でレベル1を歩いているのがよく見られ、放浪者が接触して心停止を経験させるエンティキ。エンティテ198、プラッシュディノ。通常、休眠状態にとどまり、動きに反応することはありませんが、レベル18で苦しんでいる人を感知すると攻撃的になるエンティキ。エンティテ199、マルエイラント。レベル777の原住民で、英語とフランス語の悠長な英語を話す人間と効果的にコミュニケーションを取ることができる知的エンティキ。エンティテ200、トーキングボックス。鋼でできた小さな長方形の黒い箱のように見え、人のポケットに収まるほど小さいもので話すことができ、知的で友好的なロボットの声のエンティキ。エンティテ202、バイデント。黒曜石色の2本の槍を持ち、驚異的な身体能力で獲物を襲う森の狩人のエンティキ。エンティテ207、ウィロウェーブ。微生物発光のようなエビのような生き物で彼らのライトは、近くに潜んでいる可能性のある危険を避けて、人々を安全な場所や資源に導く従順なエンティキ。エンティテ210、インポスター。様々なレベルのコミュニティに潜入し、形を変えるエンティキ。エンティテ212、ウォーム。動きが素早いため、バックルームの長い歴史で7度しか発見されていないレアなエンティキ。エンティテ215、ブロンズビルダーズ。閉鎖された空間や建物内を疾走する未知の金属製のエンティキ。エンティテ216、プリンス・ザ・ファースト。バックルームよりも危険な領域から移住してきた民を束ね、この世界の平和を願う王子様のエンティキ。エンティテ220、キャットマスター。各レベルの鍵を使い、自由にバックルームを飛び回ることのできる MEG 管理下にいる黒い猫のエンティキ。エンティテ222、ソウルサッカー。高さ7フィートの人間の形をした二足歩行のアンドロイドエンティキ。エンティテ226、ロークロー。正義の本質から作られた主エンティテアルゴスから生まれた嘘や真実を見て知覚するエンティキ。エンティテ227、モデルファイター飛行大隊。ミニチュアモデルプレインキットで構成された視覚力のある航空機戦闘機のグループのエンティキ。エンティテ230、バッカー。パーカーまたはマントを着用し、通常攻撃的ではなく、放浪者にとって価値があると認識するものは何でも交換することを厭わないエンティキ。エンティテ231、ポーター。レベル230。のドックに住んでおり、多くの船に乗り降りし、ガスマスクを備えた毛皮の裏地付きのコートを着て、頻繁に出入りをするエンティキ。エンティテ232、敵死者。レベル、230、レベル、34、レベル、43、に見られるような水域に潜んでいて、風化した黄色のレインコートのフードをかぶったエンティキ。エンティテ233、ネオンセンチネル。自由自在に壁抜けバグを操り、エンティテにも人間にも友好的なエンティキ。エンティテ234、ルキシウイルス。感染すると体と心に壊滅的な被害をもたらす検出できない病原体のエンティキ。エンティテ252、ソーサーフローティング。
周囲の物理法則を曲げ、世界を歪め、環境をクリスタルに置き換えることができる空飛ぶ円盤の遠敵。遠敵283、オラレス。集団行動をして獲物を狙う小さなサメの遠敵。遠敵293、テレビジョン。対話すると死んでしまい、テレビに触れたことのある人は誰も戻ってこれない遠敵。遠敵294、サーバーボックス。サーバールームの棚に横になって寝ているが起こると、ロボットスパイダーに変身し、足が増え、レーザーを使って長距離攻撃してくる遠敵。遠敵297、ダークソブリン。放浪者の健康状態、助けが必要かどうかを確認し、凶暴な遠敵から守る闇の帝王の遠敵。遠敵298、常に叫んでいる。骨格構造が露出し、放浪者を見て、非常に大きな音量で叫び声を上げ、不快感を与える元人間の遠敵。遠敵300、メルシー。巨大なカニに似ており、前足の端にあるコウモリのような翼と細長い人間の手があり、頭は、下顎骨を失った人間の頭蓋骨のように見える遠敵。遠敵326、カドルマエ。おもちゃの近くに隠れる熱くて暗い触手の遠敵。遠敵332、コンストラクター。レベル11で消えたり、現れたりする神出鬼没の3人組の子供の遠敵。遠敵346、ムーンヘアー。高さ約 0.9 メートルの人型で、石でできているような皮膚を持っていて、様々な形の白いスーツと金色の帽子をかぶっている遠敵。遠敵365、サイトレッシーア。電気油膜のようにきらめく、光る、ゆっくりと飛ぶクラゲに似ており、ほとんど透明で、青と緑の光学的爆発を放射し、空中に静かに浮かぶ遠敵。遠敵369、洗濯機。目撃した誤照機を失うこともある、内部は水っぽく歪んだ、視界の遠敵。遠敵400、ミミック。入り口に半開きのドアを備えた、いくつかの部屋に変装でき、罠にかけようとする遠敵。遠敵404、エントロピー。詳細不明で、バックルーム息を読むと呪われる、人類史上最大の遠敵。遠敵415、バクテリア。通常、11フィートの高さの大きな獣で、構造が非常に細かく、10フィートの距離からうなり声が聞こえたら、逃げるに値する遠敵。遠敵419、正直者のジャクソン。精神的に不安定な商人であり、バックルームのネガティブなレベルをさまよう遠敵。遠敵420、ジャックオバーガー。茎が半分に切られていない大きなカボチャでに、つの半分の間に、フロントルームのハンバーガーにあるものと同様の材料が詰め込まれている遠敵。遠敵421、招き猫テクス。招き猫を意識して移動できるようにされ、常に片腕が電動化されている遠敵。遠敵440、歴史学者。高さ約 2.74 メートルの大きな人型で線、ルーメンの強度で光るため、写真を撮ることができず、肉眼で見ることが非常に困難な遠敵。遠敵456、フロストボア。豚のような小さな生き物で、氷点下の気候のレベルに生息していて獲物を追跡するために長距離を高速で移動でき、非常に機敏な遠敵。遠敵467、スタッフ。彼らはすべてのレベルを監視、壁抜け、バグで放浪者にエラーが起きないように管理する遠敵。遠敵471、脱皮した紳士。バックルームを長い間旅をする昆虫型の遊牧民の遠敵。遠敵473、生きた墓。レベル 10.4、内で最近発見されたばかりの今後も研究が必要な遠敵。遠敵503、ボルト。メッシュ化された金属部品の大規模な集合体の戦闘ロボ遠敵。遠敵555、ロット。レベル5を支配し、人間やデスモスを餌とする肉食キノコも遠敵。遠敵600、セイバーゾア。オブジェクトがある場所を教えてくれる放浪者に友好的なクラゲの遠敵。遠敵621、空っぽ。遠敵ルキシウイルスに感染した放浪者の慣れの果ての遠敵。遠敵623、ハトイルのセールスマン。
雨の匂いのあるダークブルーのスーツを着て、背の高いスリムな体型で、パーティーゴアの顔に似たマスクをつけているエンティティ。エンティティ634、ライトラーカー。常にバックルームにいたトリロンつけられている神秘的な存在ですが、調査の結果、ほとんどが死亡したと言われるエンティティ。エンティティ666、死の機関車。バックルームの生き地獄、ボイドで動き続けるアメリカの電気機関車の外観を持つエンティティ。エンティティ709、ベイモス。バックルームで初めて生まれた有毒な赤いガスのエンティティ。エンティティ720、第2。レベル、7、の氷点下水域にほぼ適性がないが、条件によっては深さと水圧の急速な変化に簡単に耐えることできるエンティティ。エンティティ740、ジャスティス。幹部の暗殺、前哨基地の破壊など B、N、トン、グラム。のビジネスをことごとく邪魔する強力な神話上のエンティティ。エンティティ750、ハムスター。フロントルームのハムスターに非常に似ていて、二足歩行でモール内の廊下や店舗を歩き回るエンティティ。エンティティ751、万人。笑顔、赤い輝く目、後ろから出てくる長い黒い爪を持つ、巨大で灰色のハムスターのような存在であると言われ、常に捕獲する生き物を探しているエンティティ。エンティティ777、グリム兄弟。明暗、平和と紛争、生死など相反するバックルームの概念をお互いに持つ双子のエンティティ。エンティティ800、ストーム。放浪者の夢の中に悪夢のような嵐として現れ、死に至らしめるエンティティ。エンティティ802、ザルゴ。見るだけで、太陽を長時間見つめているのと同じように苦痛を与えるエンティティ。エンティティ803、荒廃した猿人。体重は約 1.5 トンになるゴリラのように非常にシャープで荒い黒い毛皮を持つ巨大なエンティティ。エンティティ888、ライダー。馬に乗った男に似ている神秘的な存在で、物理的接触の影響を受けないように見えるため、何らかの形の現実を変える能力を持っていると言われるエンティティ。エンティティ900、ニュートリシャ。レベルを移動すると、物事が歪み、光を吸収する黒くて独特な人物とも言われるレベル1、専用の未確認のエンティティ。エンティティ902、アーティスト。死こそが芸術だと信じ、放浪者を襲う芸術家のエンティティ。エンティティ952、堕落者。放浪者を捕まえ、虚無の空間ボイドに飛ばすレベル、952に生息するエンティティ。エンティティ962、ギャンブラー。ギャンブルに対する悪なき欲求を持った知的な存在であり、ほとんどすべてのものにかけるレベル、962、内で歩き回る独特のエンティティ。エンティティ974、タンブラー。タコに似て、触手で覆われた黒いウイルスのような体のように見え、皮膚はゼリー状のようなエンティティ。エンティティ987、レベル532の神。レベル532の独房に何千年間も幽閉された、関わってはいけないエンティティ。エンティティ999、意識障害。孤独な放浪者に近づき、幻覚を見せる病原体を感染させるエンティティ。エンティティ1000、シュレディンガーの猫。物理法則をねじ曲げる異常な能力を持つ猫のエンティティ。